風呂上がり十蔵です。略してかんちゃんです。今日はお風呂上がりということでね、お風呂から上がったということはね、皆さん何をするか分かりますよね。そう、晩ご飯。この前朝ごはんを作るっていう動画を出したと思うんですけど、まあね、あまりにも不評だったということでね、お前は昼ご飯抜きだということでね、今日晩ご飯を作ろうかなって思います。今日使う食材を紹介しましょう。国産バラ肉、カットブナシメジ、もやし、ニラ2割引き、主にこの3つですね。この3つを適当に混ぜて食べるっていうだけですね。いや、全然しょうもないけどやっていこう。朝おなじみフライペン、今日はどうしよう、オリーブオイルでいきましょう。今回のエクストラバージンはこちら。エクストラバージンをこのフライペンにボシャーってやりて、まあ、この生ニンニク、このニンニクをブルなんでね、ちょっと少なめでいきましょう。熱する前にね、熱する前に入れておく。熱してる間にちょっと焦げるかもしれないんでね。はい、ここに何かしら乾かすものがあるのはちょっとほっといてください。ということでね、ファイヤーしていく。弱火ね、弱火。そしたらね、この国産豚バラ肉を入れましょう。へっ、間違えて焼肉用買ってきてしまったと。今回の菜箸はこちら、長さ違うじゃない。こちらね、中ぐらいなんですよね。これもこれも開けときましょう。なんでこれを買ってきたかというとね、うちのお母さんがなんか野菜を食べろって言ってうるさいので、なんかこれ買ってきました。聞こえますでしょうか。じわ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 言っております。換気扇をつけなければいけない。豚肉なんでね、ちょっと油も出ました。この小さいフライパンだとダメですね。今日の日にちが8月29日金曜日、仕事帰りでちょっと疲れてますね。もうこちら入れていきましょう。味付け塩コショウ。しめじも入れていきましょう。あ、おいしそう。そう、これは大きいフライパンを買わないといけないということが分かりました。さっき言ったと思うんですけど、金曜日でね、お仕事も疲れましたということなんですけども、明日も仕事をっていうね。そう、今日残業して帰ったのに、あ、うまそう。と思うのは俺だけかもな。ちょっと、キノコを先に入れるべきだったな。早く言ってよ。あと、僕の大好きブラックペッパーね。あとね、ちょっと冷蔵庫の中に、こちら、個人的にね、前ステーキを焼いたんですけど、このステーキソースが余ったんですよ。このステーキソースをぶち入れていこうか。醤油も入れよう。野菜が小さくなったわ。ということで多分もういいと思うんで、 お皿にとろもで盛り付ける。入れます。バーッということでね、盛り付けたものはこちら。どうでしょう、美味しそうでしょう。そしてまあ今回のお供はこちら、多いお茶。これで今日も乾杯していこうという。前のね、朝ごはんのやつを見てもらえればわかると思うんですけども、食べた感想はね、説明欄とエンディングのところにね、毎回なんとかだったとかそういうのを入れてるのでね、まあ最後まで見てくださってる方はわかりますけど。ということで、皆さんもね、自立生活してみたらちゃんとこういうの作ってみてはいかがでしょうか。いや、僕はね、いつも実家に帰ってね、まだね、こじき生活をしているわけですけども、皆さんはちゃんと作っていきましょう。多分ね、次の動画はきっとね、素晴らしいことが起こるんじゃないかなっていう、まあもう起こっている最中なんですけどもね、まあ楽しみにしていただければなと思います。それではまた次回の動画で、チャオー。